どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今日のテーマソングはドン、カイマナヒラ。こちらハワイアンソングの定番中の定番です。この曲をこのウクレレ入門コード5個でガズレレ流簡単アレンジウクレレでやってみましょう。はい、もちろんこのカイマナヒラ以前ガズレレ YouTube でも何度も取り上げてるんですけど、今回さらに見やすくわかりやすくゆっくりと、2021年改訂版としてお届けしたいと思います。やりましょう。はい、いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしてゆっくりやったシンプル簡単バージョンやります。後半はそこにリズムが加わるんですけど、これがちょっと後半はね必見ですよ。いろんなリズムを織り交ぜてかっこいいバージョン挑戦してみてください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器は私諦めてました、私不器用なんでね、昔小学校の時楽器ダメだったんですとか、そういう方とか、ギターを買ったんですけどもうダメで挫折しましたという方、そんな皆さんがもうあっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。今このプログラムを見て YouTube でガズレレ YouTube 見てもらって、もう世界中の人がですね何万人も音楽始めてますから、皆さんも続いていきましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですよ。 YouTube ですから無料です。さあ始めましょう。ここです。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世界中にあるありとあらゆる音楽がこのウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、もう1500曲以上アップロードされております。今日みたいなハワイアンソングも実はたっぷりアップロードしてます。ここにハワイアンソングまとめてますんでちょっと見てみてくださいね。それでは行ってみましょう。もうハワイアンソングといえばこれというようなもう代名詞的な存在、カイマナヒラ。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3,4。簡単バージョンゆっくりやってみました。この曲ねウィキペディアで調べてみたら1916年ぐらいに作られたって書いてあったんですけども、全く色褪せないですね。もういきなり景色がハワイになっちゃうという、もうシンプル簡単バージョンでもねすごいハワイの感じがしますよね。素晴らしい。入門コード5個ですよ。よかった。はい。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、これね、やっぱ、ショートカットアレンジバージョンでやってます。2番までやってるんですけど、本当はね、4番ぐらいまであるんですけど、もしフルコーラスでやりたい方、もう同じパターンなので歌詞だけを書いていく。これちなみにですね、ひらがなで書いてあったじゃないですか。あれガズレレ流のちょっと裏技でございまして、カタカナもおすすめですけどね、ひらがなの方がね、結構読みやすいなってことで、ガズレレではひらがな表記してます。ハワイ語って皆さん文字がもともとないみたいで、英語で書こうが、ローマ字で書こうが、こう日本語で書こうが、基本的にはね、いいんじゃないかなってことで、ご参考までに活用してください。で、ちなみに、この後やる後半のかっこいいバージョンで
ではもうちょっとロングバージョンです。ハワイアンの曲の一個のテーゼとして、同じ1番を2回繰り返す、1番1番、2番2番みたいに繰り返して演奏するっていうのは結構、王道のパターンとしてありまして、後半のかっこいいバージョンではちょっとそこで面白い思考を凝らしてますんで、まあ最後までご覧になってください。そして今のガズレレ YouTube と一緒に、ガズと一緒にね、YouTube で一緒に合わせて弾けるようになったよという方、どんどんやってください。まず YouTube と一緒に合わせまくってください。これがまずキーポイント。で、その次のステップがあるんですよ。その次はですね、今度はご自身だけ、一人っきりで YouTube で合わせるんじゃなくて、一人っきりで演奏してみるステップに上がっていきましょう。その時やっぱ楽譜がやっぱ必要だと思うんですよね、最初。いずれは覚えたい曲ですけれども、じゃあどうやって楽譜を用意しようかということなんですけど、いつもガズはですね、こんな感じで自分でノートに書いて、今もこれを見ながら演奏したんですけど、この後これを画面に大写しにして、こんな感じで書くといいですよってシェアするんですけど、ただいまこのサービス始まってます。このガズクラブっていうのは何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた買い間平を含む、ガズが今まで書き溜めてきたノート楽譜、手書きのノート楽譜、もう膨大な数あります。の中から毎月5曲を皆さんのやりたい曲を選んでいただいて、ダウンロードしてもうすぐにね、ご自宅で練習できるという画期的なサービス。ハワイアンの曲もたっぷりありますからね。もうこのメンバーですね、1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信。毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこう、ワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。はい、2021年改訂版のカイマナヒラでございます。ほら、ヤシの木とダイヤモンドヘッドですよ、これ。すごいでしょ。はい。ここイントロなんですけど、D7、G7C。今日入門コード5個なんですけど、この D7 がね、最初に出てくるとちょっとびっくりするかもしれないですけど、安心してください。ガズレレだと簡単です。で、一応この下にくるっと囲ってて、ここカッティングって書いてあるんですけど、これ後半のかっこいいバージョンでここにね、ちょっと小技を入れていこうと思います。はい。ここの矢印もシンコペーションっていう技が入ってきたり、後半のかっこいいバージョンは、ね、結構スタイリッシュになってますよ。はい。今のは4つ引きでゆっくり弾いたということでございます。ちょっとこの拍数にポイントがあって、ここほら、3つで行くでしょ？ここ2つだったり。普通ってこれ4つ並ぶんですけど、そういうのもね、結構特徴的です。それでですね、動画のテロップの中にもあったと思うんですけど、ここ見てください。ここ要注目です。ここ2拍って書いてあります。これね、ちょっと測ってもらうといいんですけど、例えばここから行くと、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、1、2、3、4です。ここの G7 の2拍。ここね、ちょっとテロップ何回も確認して、リズムのね、タイミングをしっかり、理解してください、ね。ここがキーポイントになります。ここも毎回入ってきます。この2拍ね。はい。ここ、忘れないように。で、1番につきこの4行なんですよ。で、歌詞が変わって、本来だったらこれが4番ぐらいまであるということなんですけど、一応こんな感じで書いてきました。一時停止でメモっていただくか、動画のテロップをメモっていただくか、先ほど紹介したガズクラブでこの楽譜のスキャンそのものをね、ゲットしていただくのもいいと思います。はい、これ1番です。これ全くコード進行同じで、歌詞が変わっていくだけですね。はい、こんな感じなんですけど、ここ見てもらうとですね、ここ見て、後半のかっこいいバージョンでここエンディングでちょっとね、ここでね、決めを入れていきます。こんな風に、今のところはとどめておきます。これ後で解説していきます。じゃあ出てくるコード紹介します。はい、今映ってる見て、入門コード5個だよ今日は。はい、言っていきます。C と C7 と F、D7 と G7 ですね。この5個、めちゃくちゃ簡単ですから。
これはですね、もう本当ね、なんというかいいですよ。これはね、ガズレレでおなじみの入門コードのグループのメンバーなんです。そのおなじみの入門コードのグループっていうのはこれなんです。はい、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは、ウクレレで音楽始めようかなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループです。10個あります。うわ、10個もあるのと思うかもしれないけど、安心してください。入門コードだから1個ずつ見たらめっちゃ簡単、指1本で押さえられるコードもいっぱいあるんですけど、ただしね、10個いっぺんに頭に入れようと思うとなかなかごちゃごちゃ混乱するんで、私がめちゃくちゃもうね、分かりやすくて頭にズンズン覚えちゃいられる動画を撮ってます。これ必見ですよ。ここの動画を見て10個のコード覚えちゃってください。とはいえ今日5つですんでね、今日はちょっと頑張れば全部簡単に押さえられるコードなんでご安心ください。コードはそこのところで確認していただければいいです。ちょっと今日おさらいだけしとこうかな。 C は下1本、下から3番目、薬指で押さえるのがいいですよ。 C7 は1弦の1フレット、ここだけ指1本、簡単でしょ。はい、次 F はここ2弦の1フレットと、ここ指立てて斜めのイメージですね。はい、これ F です。はい、その次 G7 っていうのが、ここと、ここと、ここのこの三角形。これがね、ちょっと難しい。動画の説明でもね、他のところでもいろいろ説明してますけど、こう、ちょっとくるっとこう、回転させて、ここに場所を作る。一弦の2フレットに場所を作るっていうのがポイントです。こう、手首のこう、ぐるっと回して G7。はい、G7。で、今日注目の D7 というコードなんですけど、ガズレレではですね、こことここを押さえる。Am を押さえておいて、ここの下、2弦の2フレット。こんな風に押さえるのをおすすめしてます。こことここですね、押さえる場所。はい。これの5つ。これはもう嬉しい入門コードです。これでやっていきます。はい、そういうわけで、じゃあここからかっこいいバージョンで解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、ここにね、リズムが加わるんですけど、このリズムがですね、ちょっとこれ皆さん、カイマナヒラ、YouTube とかいろいろ CD、皆さんお持ちの CD でカイマナヒラ聞いたことあると思うんですけど、もうアーティストによってもアレンジがですね、もうびっくりするぐらい違うんですよ。で、まあガズレレとしては、ちょっとね、軽やかな感じで、元気ないい感じでちょっとやってみようかなと思うんですけど、一個提案としてですね、2つのリズムを織り交ぜてやってみようと思います。その2つのリズムとはこれです。ドン8ビートプラスルンルンビートというリズムセットの1個と、あとはね、レトロビートというリズムがこれ結構合うなということで、このリズムをちょっと、取り入れてみたいと思います。一応ですね、この8ビートと、ルンルンビートが合わさったやつっていうのは、ちょっとその動画はないですけど、それぞれのね、動画は出てるんです。8ビートとルンルンビートの、とりあえずこの3つの弾き方が参考になると思うんですけど、これ一応ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からまず8ビート、その次ルンルンビート見てください。で、それをセットに合わせる感じ。それはね、ちょっと表現すると、普通の8ビートってこんな感じなんですよ。ダン、ジャジャ、ンチャチャ、ジャン、ジャジャ、ンチャチャ。で、ルンルンビートっていうのは、ドンドダン、トトンとタ、シャッフル、ドンドダン、トトン、アクセントを使ってルンルン気分を出すという、これを混ざるとどうなるかというと、ドン、ダン、トン、トダン、ドン、ダン、トン、トタ、後ろにアクセントが来る。ちょっとこう丸とバツで表すと、この大きい丸がアクセントです。ドン、ダン、トン、トダン、トン、ダン、トン、はい、丸は引く、丸は引く、大きい丸は強く引く、バツは空振りです。ドン、ダン、トン、ダン、トン、ダン、トンと。これが8ビートプラスルンルンビート の正体でございます。もう一回 C でやってみます。ドン、ダン、ト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 ン、ダン。はい、これでのんびりという感じを出したいと思います。どっちにしてるこの曲ね、跳ねてるリズムのシャッフルです。跳ねたリズム、タッカ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 。普通のリズムは、ワン、2,3,4 に対してシャッフルのリズムはタッカ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 ちょっと跳ねてるんですね。これがね、このカイマナヒラの特徴でございます。で、もう一個の弾き方、レトロビートっていうのはこれが渋いリズム。ちょっとやってみましょう。タッカトンドラッタツカタッカトンドラッタツカ。これはなかなかレトロビート、まあ、名前の通りすごいこうレトロなおしゃれな雰囲気が出ると思うんですけど、レトロビートってドンドロロダンダチャっていう、このドロロの時に結構ね、溜めないと速くなっちゃうんで、ここ1,2,3,4,1ドロンダスだったドロロで、この粘る感じ、親指では画像やってますけどね、これこういう風にやってもいいんですけど、まあ親指の方が初心者の人は簡単だと思うな。こういうやり方もありますけど、これドラッとこうおしゃれだよね。これもね、できそうだったらこれもいいと思います。はい、親指の方がまあ初心者の方はいいと思う。粘ってこうダッとドラッと、これをですね、どういう風に引き分けていくかということなんですけど、先ほどもちょっと言いましたけど、ハワイアンのね、一個のテーゼとしまして、1番歌ったらもう一回1番、
2番を歌ったらもう一回2番、3番を歌ったら3番で、こんな風に繰り返していくパターンというのは結構ハワイアンのソングでは、登場するんですけど、それをちょっとね、応用しまして、1番の最初の1回目は8ビートプラスルンルンビートやって、1番もう一回繰り返すときはレトロビート。こんな感じにします。2番の最初の1回目は8ビートプラスルンルンビート。2番の2回目はレトロビート。こんな感じでちょっと器用にリズムを変えてやってみようと思うんで、まあ皆さん興味ある弾き方で通して弾いていただいてもいいと思うんですけど、ちょっと今日はね、いろんなリズムをちょっと体験していただこうと思って、このテーマでやってみようと思います。そしてですね、イントロでですね、このカッティングという技を使ってハワイアンな感じを出していこうと思います。あ、そうだ、このカッティングもリズムいろいろのところでさっきちょっと紹介し忘れました。これさっきリンクかけたところ、8ビートとか、ルンルンビートというところのページのところに行くと、カッティングのめちゃ詳しいレッスン動画、濃厚レッスン解説動画上がってますんで、ちょっとやり方の基本そこで見ていただくとして、どんな感じかちょっとやってみましょう。まずテロップを見ていただくと、この D7 と G7 のところで、この、こんな感じ、ダーダツッツ、ダーダツック、こんな感じでやりたいんですよ。ちょっと弾いてみましょう。1、2、3、4。はい。ダーダツッツ、ダーダツッツ、ダンダダン。これがかっこいいですよね。これカッティングという技で見てください。まず D7 を弾いて、ダーダって弾いたら、左手で弦に触れて、カッカッ、カッティング。これいいでしょ。ダンダカッカ、ダンダカッカ、ダンダーとすっとダン、ダンダカッカ、ダンダカッカ。はい。これをね、入れていきたいと思います。もうちょっと練習してみよう。ゆっくりいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。右手はね、ずっと振ってるだけで、左手で止める。これパッと止まる、わかる？はい。このカチャっていう音を出したいわけですね。この弾き方でね、ハワイアンムードを高めていきましょう。そしてイントロのところにね、このマーク、この矢印マークが入ってくる。これシンコペーションといって、リズムが一回前にズコーンと食い込んでくる。イントロでたった一回なんですけど、ちょっと効果的かなと思ってちょっと入れてみました。なんで、このちょっと前奏を今からね、フルでやってみようと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。今最後の C から C7 行くとき、ダンダトーン、リズムがズゴンと前に食い込んできた。ここがちょっとね、おしゃれかなと思って、一回だけですけどこれ入れてみましょう。そしてですね、これ間奏でもカッティングが入ってくるんですけど、イントロのカッティングのパターンと間奏のカッティングのパターンとちょっとあえて、変化をつけて変えてみようと思います。間奏のカッティングはこんな感じですね。タッと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 ドンダドンドダ、差が分かりました？イントロのカッティングは、ダーダカッカ、ダーダカッカだでしょ。ダーダカッカ、ダーダカッカ。感想は、タッコ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 タン、ダーダンダン。はい。ちょっとの差ですけど、これメリハリつけてですね、またニュアンス高めていければ面白いかなと思います。そしてもう一回ちょっと曲の構成の確認をすると、イントロやって1番を8ビートプラスルンルンビートのリズムでやりますと。それで感想を挟んで、もう一回1番繰り返すんですけど、そこはレトロビートでいきます。レトロビートをリズムキープ、8ビートの時とちょっとリズムがね、狂わないように、まあリズムキープをちょっとこう体を揺らしてキープしてもらって、それが終わったら今度2番が始まって、2番が始まった時の最初の1回目は8ビートプラスルンルンビートやって、もう一回2回目繰り返します、2番を。それまたレトロビートになるということなんですけど、その2番のレトロビート繰り返して終わった後の一番最後のエンディングのところで、キメを入れていきます。これかっこいいです。ちょっと聞いていてください。せーの。パパヘナエマディエ、次ですよ。タッツタッ、きますよ。どうです今の。もう一回最後ね。D7、G7。もうめっちゃハワイアンっぽい終わり方。このエンディングものにしていきましょう。これ簡単なんですよ、結構。D7、G7。その次、まず C のところを押さえるんですけど、その時 C を押さえるとき、人差し指で1弦の3フレットを押さえてください。そして、3、5、6、7。簡単でしょ ?1 弦から、1弦の3フレットから3、5、6、7って止めて、C で終わる。もう一回。D7、G7、3、5、6、7、C、渋い。これはちょっと練習してね。これね、他の曲でも C で終わる曲で使えるんでね。エンディングとしてこれかっこいいです。もう一回。
ね。これ、はい、カイマナヒラの、解説してみたんですけど、ね、まあいろいろ出てくるんですけど、難しいとかもオリジナルでどんどん簡単にアレンジしていただいて、ご自身の気持ちがいいところからまずどんどんやって、そうしていくのがいいと思います。やっぱハワイアンって、その、もちろんこういうことも大事ですけど、やっぱりハワイの情景とか、空気感とか、日光とか、風を、やっぱ思い浮かべながら、行ったことない方もね、もうイメージだけでも十分ですんで、ムードをこう思いながら演奏する。これがね、欠かせないことだと思います。体を揺らして、ほんと南国気分でね、こうゆったりと歌いたい、そんな曲、カイマナヒラ。じゃあ行ってみましょう。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。跳ねてるリズムとちょっとこう脱力した感じ、こう一生懸命弾くっていうよりはこうゆったりね、こうレイドバックしながらやる、そんな感じで奏でるのがいいと思う。最初やっぱ慣れてないとね、硬くなっちゃうんですけど、やっぱりね、弾き込んで慣れてくると全体的にこう柔らかくなってくるので、まず笑顔とかね、体の筋肉を緩める、こっから始めるのも大事かもしれません。ハワイ気分、もうちょっとしたらねいけるんじゃないかなと思う。そんな希望も含めて思いっきり歌っていきましょう。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使ってる方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、ほんとにお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいんですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。